はい、こんにちは。東大合格受験人の時田博光です。今回は中学定期テスト対策シリーズの国語枕草子第2回目読解編解説していきたいと思います。さあ行きましょう。第1回目の知識編に関しては概要欄の方にリンク貼っておりますので、そちらから動画ね、ぜひ見てください。で、今回は読解編ということで、内容ね、どんどん解説していきたいと思います。問題をね、解説する前に自分でもちょっとね、教科書を横に置いて、あれこれってこういう意味じゃないかなとか、この問題ね、答えこれかなみたいに考えてからこの動画ぜひ見てください。はい、行きましょう。一番最初、山際と対比で用いられている語句っていうのは何でしょうかという問題です。対比なのでこう比べっこできるね、明るいと暗いみたいな、そういう対比関係ですね。で、山際に対する、対応するね、語句って何でしょうかってものです。で、これはですね、秋の方に書いてますね。秋は夕日の差して山の葉、糸なんとかかんとかっていうふうに書いてる部分ですが、これ山の葉っていうのが対応関係になってます。こっちのね、山際っていうのは実はこれ空のことなんですが、山の葉っていうのもね、これこっちが山のことです。はい、山際っていうのはね、山に接するあたりの空のことで、山の葉っていうのは山のね、空にこう近いね、かなり近いところの部分ですよという意味です。で、2番、作者はあけぼのをどう感じるかっていう部分なんですが、これ知識編でも解説したんですが、いわゆる枕草子っていうのは、作者ね、誰でしたっけ、清少納言でしたね。で、その清少納言が書いたこの枕草子っていうのは何の文学だったかっていう問題なんですが、いかがでしょうか。はい、これはお菓子の文学なので、いろんなお菓子、趣深いっていう部分をいろいろ説明しているんでが、どう感じているかっていうのは、これはお菓子っていうふうに言います。はい、お菓子っていうのは、まあ、なんか客観的にね、こうなんかこう感情的にというか感覚的に、わあ素晴らしいみたいなね、これはなんて素晴らしいんだみたいな感じのもので、哀れっていうのはしみじみとも向き深いみたいな、そんな感じのね、意味合いがあります。はい、まあ、その違いがねあるので、源氏物語の、ね、方では哀れの方ですが、この枕草子であればお菓子の文学っていうところを押さえておきましょう。では3番、やうやう白くなりゆく山際、少し明かりてはどんな様子ですかってことですが、これね、やうやうではなくて何て読むんでしたっけ。そう、ようよう、ね、ようよう白くなりゆく山際、少し明かりてっていうことなんですが、これはどういう様子を表しているでしょうかということです。はい、これね、先ほど言ってました山際っていうのは空のことでしたね。だからこれ山に、接する空のあたりが、これやうやうようようっていうのもね、だんだんとか次第にで、白くなりゆくってことで、白いから、あ、雪かなって思う人いるかもしれないんですが、雪ではなくて、このあとね、少し明かりてって話だったし、明けぼのってどういう意味だったかっていうと、これ明け方って意味でしたね。つまり明け方のこうだんだん明るくなってくるよっていう時間帯、なので、この白さっていうのは光のことなんですね。で、この明かりてとちゃんと対応関係にあるので、山に接する空のあたりがだんだん明るくなっていく様子ってことですね。はい、続いて、月の頃はさらなりっていうところなんですが、これ月の頃はっていうね、ここの部分は、夏の話ですよね。夏は夜っていうね、夏は夜、夏は夜っていうところで、月の頃はさらなりって書いてますが、このさらなりっていう部分が、まあ、何を表すのかっていう部分なんですが、はい、これはさらなりっていうのはさらに言うまでもないっていう部分でしたね。さらに言うまでもない、はい、ということは、月が見える、頃は言うまでもなく、はい、趣深い、趣深いよっていうことを言いたいわけですね。はい、じゃあ続いてね、5番、月と対比で用いられる語句、太陽かなってね月と太陽ってね、一般的にはこれ対比されてますが、これ
枕草子ではどういったものとね、用いられているでしょうか、ね、考えてみると月っていうのは、うん、明るいものですね。じゃあ暗いものは何かって言った時にここに闇っていうふうに書いてますね。闇なのでこれ闇ですね、はい、闇はい、こんな感じで、まずはね5問いきました。続いて6問目いきましょう。作者が夏の夜でいいと述べたものを3つ答えてくださいっていう問題です。3つね、はい、これはそれぞれ何でしょうか。はい、よいしょ、はい、3つ答えましょうはい、わかりますかね。この内容の中にね、いろいろ書いていますが、まずは、はい、月のね、話でしたね。月の頃は言うまでもないっていう話だったんで、月が出ている頃、まあ、時間帯とかそういうことですね、はい、で続いて2つ目っていうのが、闇もなお蛍の多く飛び、違いたる、またただ一つ二つなどほのかに打ち光りていくもおかし、ね、ここでおかし、趣深いいいよってことを言っているので、はい、これね蛍が飛んでいる、はい、蛍が飛んでいる、時とか頃ですね、はい、まあこの暗い、この闇もなおって書いてますが、まあ、暗い時とかね、暗くなった時飛んで、それが光っているってことですね。飛んでいてと、あそこまで書こうかな。飛んでいて、暗い夜を明るくしている、明るくする頃、はい、で3つ目が何かっていうと、雨だと降るもおかしってことを言ってるので、雨が降る様子、雨が降る様子、様子、まあ頃でもいいかもしれないですね、はい、まあ、こっちする様子、明るくする様子かな、様子にしましょうか、まあ頃でも間違いではないですね、はい。じゃあ7番、ほのかに打ち光りてゆくっていうのの主語なんですが、ここね、夏の中に書いていますが、ほのかに打ち光りていく、光ってるのは何かっていうと、はい、これは、うん、今述べた蛍ですね、はい、これ主語が何なのかっていうのを答えるものもね結構あります、はい、で古文っていうのは結構ね主語が省略されてることがいっぱいあるので気をつけましょうね。今何の話をしているのかっていうのを意識する、これねとっても大事なんで、今回のね枕草子に限らず古文の時に、あれこれやってるのは何なんだろうってね、何が飛んでんだろうとかね、考えるのが非常に大事なんで押さえておいてください。はい、8番、山の葉糸地高なりたり、なりたるっていうふうに、書いてますが、これ山の葉ね、先ほど出てきました山際に対応する言葉でした、はい、この、情景はどういうことでしょうかっていうものです。まあそもそもこの山の葉糸地高なりたるっていうのがね、山の葉っていうのは山のこの空に近い部分ですよね、はい、じゃあここが対応している文章、っていうのをね見てみると、夕日の差して山の葉糸地高なりたるっていうことを言ってるんですが、まあ糸っていうのは何でしたっけ、これ大変とか非常にでしたよね、近くなるんだよってことを言ってる。何が近くなったのかって見てみると、今上に書いてるのが夕日の差してってことなんで、夕日がこう近くなってきたよって、この山の葉にねっていうことなので、つまり夕日が、沈んでくるってことですね。夕日が沈んで、まあ糸地高だからかなり、沈んで、きた様子ってことね、はい、夕日が沈むってところが今回のポイント、まあ、夕暮れってことですね、これね。で、9番、3つ4つ2つ3つの様子、これね先ほど蛍の時でも1つ2つなどみたいな書いてたんですが、3つ4つ2つ3つ、あれなんか少なくなったぞみたいな感じですよね、はい、これの様子ってどういうことなのかっていうと、3つ4つこれ表しているのっていうのは、まあ鳥というか、カラスの寝床へ行くとて3つ4つ2つ3つなどっていうふうに書いてあるので、まあ、カラスが3つ4つ、まあね、3は4は
2話3話みたいな感じなんですが、これってちょっとこうねバラバラな感じするの分かりますか、まあ、ちっちゃい小さな、このカラスの、カラスってこうね鳥にこう1本棒がないわけですよ。で1本棒があったら白に見えますよね、なのでその白くないからカラスはね、黒いからここ棒がなくなってカラスこうやって書いたりします。他にもね、難読漢字とかでありますけどね、はい、小さなカラスの群れが、3つ4つ2つ3つってことは一斉にバーって言ってるわけではない、ね、それぞれ、バラバラに飛んでいく様子ってことですね。様子、まあ、おのおのね、まあ、それぞれ個々に飛んでいるよって、まあ、そのちっちゃいグループ、群れがね。はい。で、視覚ではなく聴覚で捉えたものってことなんですが、結構今まで出てきたものっていうのは、なんか見た様子を見て、ああ、おかしいっていうふうにまあ言ってたわけですよね。なんですが、聴覚で捉えてるってことは、聞こえるものですね。聴覚っていうのは聞こえるもの。はい。これを様子で表しているものは何なのかっていうのを見てみると、はい、これね。秋のところに書いているんですが、こう、ひいり果てて、風の音、虫の音など、はた言うべきにあらずっていうふうに書いてます。で、ここの、いわゆる、風の音とか、音っていうのは聴覚ですよね。あと、虫の音ってことなので、風の音。それから、虫の音ですね。はい、虫の音。はい、では続いてね11番いきましょう。はた言うべきにあらず、まあ今言ってきましたが、はい、このはた言うべきにあらずっていうのはどういうことでしょうか、まあ、これも、知識編でね話したことを生かして書いてみるとね、言うべきにあらずね、言っちゃいけないよって意味ではないんですね。これは言いようもないほど趣深いんだ、素晴らしいんだってことです。言いようもないほど、おど、素晴らしいとか趣深いとかね、そういうことです。素晴らしい、趣深い、はい。続いてカラスと、狩りを作者はそれぞれどういうふうに感じていますかって部分なんですが、これも文章を見てみると、カラスの寝所へ行くとて3つ4つ2つ3つなど飛び急ぐさえ哀れなりって書いているんですね。で、基本的にこの枕草子ではおかしなんですが、このカラスの部分は哀れっていうふうな表現をしてるんで、ここちょっとチェックですね。カラスは哀れ、狩りの方はって見てみると、巻いて狩りなどの連ねたるが糸小さく見うるは糸おかしってことで、こちらはおかしなので気をつけましょう。この違いあるからね、何でもかんでもおかしいってわけじゃなくて、カラスは哀れってところをね、ちょっとポイントなので押さえておきましょう。そして、なんとかさえ、何々何、巻いてから読み取れることは何でしょうかっていう文章です。はい。これどういうことかっていうと、さえとか巻いてっていうのはね、どういう意味なのか。なんとかでさえこうこうこうなんだから、ましてこうこうはこれこれだよみたいな文章があるんですね。ということは、これ、どっちの方がいいかみたいなことがわかると、ね。あの人でさえやってんだからね、ましてやこっちのね、こう素晴らしいんだよみたいなね、こっちの方がね素晴らしいことはもう言うまでもないんだみたいな、あ、こういう言い方をしてるので、後ろの部分がね大事だよっていうところなんです。つまりこのカラスっていうものが、まあそこまで素晴らしいものではないっていうのがちょっとわかるんですね。狩りの方がすごいんだけど、まあカラスでさえ、これね素晴らしいってことなんですが、まあ読み取れることはカラス、よりもこの狩りの方が、飛ぶ様子を、あ、飛ぶ、方が飛ぶ様子が、趣深いと、素晴らしいと。と
思われてるってこと。で、これ、この作者の枕草子、清少納言ですね、失礼しました。清少納言だけではなくて、もうこれって常識だよねみたいな書き方なので、この当時の人たちの感覚的にはみんなこうなんだよって一般常識的なね、感じで書いてるよってとこも少しポイントになってきます。いいでしょうか。はい、続いて月々死っていう言葉ですね。月々死っていうのは似つかわしい、ふさわしい、似合ってるよってそういう感じでしたよね。じゃあこれが、言ってるのが何なのかっていうとこなんですが、これね、似つかわし、あ、月々死って書いているのは冬の様子でしたよね。冬の様子、はい。で、言っているのが何なのかって言ったら、ね、冬は、早朝がいいよって、ね、冬が、ここね、雪の降りたるは言うべきにもあらず、まあ、ここも一緒なんですが、雪が降ってる様子はもう言うまでもないけれど、じゃあこうはっていうね言っていくと、霜の糸白きもまたさらでも糸寒きに、ひなど急ぎ起こして墨もて渡るも糸月々しっていうふうに書いてあって、これで関係しているのは日と墨とかね、渡る、なんかこの辺の様子を説明できればいいわけですね。はい、なのでこのね、火を起こして、火を起こして炭を持って、渡るって言ってるんですが、まあ、どこかって言ったら、まあ、多分廊下のことでしょうね。はい、道とかね、廊下持って廊下を、通っていく、まあ、廊下弦ですとあれなんで、廊下などを通っていく、冬の様子はマッチしてるね、冬にマッチしてるよっていうことを言ってるわけですね。はい、様子なわけです、はい。しかも火を起こしてってことね、ポーってこう寒い白とポーっていうあの明るさ、赤さっていうのが、太陽関係してるよって、ね、それがすごいマッチしててめっちゃいいじゃんってこと言ってるってこと。そして最後ね、15番、和ろしは何を表すのかっていう部分なんですが、この白いのと赤ってめっちゃいいじゃんって話なんですが、その後にね、和ろしって書いてあるの、これね、よろしくないねって、あまり良くないよねっていうことを言ってるんですが、これ何がいい、言ってんのかって言ったら、はい、この後にね書いています。はい、昼になりてぬるくゆるびもていけば、日よけの日も白き灰がちになりて和ろしっていうふうに言っています。はい、昼になってゆるびって言ってるんですが、ゆるむ何がっていうと、これは冬の寒さが緩んでいく、昼になったら暖かくなりますからね、まあそういうことです。はい、でその後にこの日よけの日もって言ってます。まあさっき火を起こしてね、持ってった日よけで、ああ、こちら日よけ持っていきましょうみたいにね、お寒いでしょうね、こちらどうぞみたいな感じで持ってってたやつがなんかね白くなっちゃった、これってわろしっていうふうに言ってるわけですね。よくないねってことを言ってるんで、つまり日よけの、ここにね、書いてる日よけの日が灰になって、白い灰か。よいしょ。白い灰に、なってしまってしまうことですね。まあ、つまり、冬っていうのは、ね、なんかこう雪とかあってこう白いわけなんで、それがね、灰が白いとなんか、まあ、これ別に、ね、さっきみたいに赤くポコーってなってて白さって言って、めっちゃいいじゃんって言ってる様子とは全然違うから、まあ、これはわろしっていうふうに言ってるわけですね。ちゃんと、そういう色とかを視覚的に捉えた表現ということですね。はい、では最後、霜の糸白きののっていうのは何と置き換えられるでしょうかということなんです。これね、いわゆる文法問題なんですが、これね、下ののこののは、はい、これがと置き換えられるんですね。つまり下が大変白くっていう、まあそういう話なんですが、ここののっていうのが、古文では結構ね、がに置き換えられることが多いんです。全部じゃないですよ、全部じゃないから気をつけてね。例えば、
紫立ちたる雲の細くたなびきたるのの雲のって書いてますね。これが雲が細くたなびきたるっていうね、っていうのはおかしだよって話だった。それから夕日の差してっていう、あそこの部分ですね。夕日が差して山の灰とって感じですね。で、それからまだあるかな。カラスの寝所へ行くとてって部分なんですが、これもカラスが寝床へ行くっていうことでがと置き換えられますよね。なんですが、夏の部分で月の頃はさらなりって書いてるんですが、これはね、月が頃はさらなりっていう意味わかんないですよね。月の見える頃はっていうことね、月の頃、月が見える頃ってことなので、これね、がは入れられないですね。はい、っていう感じで、文法事項もねあったりするんで、一緒に合わせて押さえておくといいかなと思います。はい、今回いろいろ解説していますので、1回でマスターせずに何回もね、動画見返して学習深めてください。はい、今回の授業は以上です。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。それではバイバイ。